本当によ、最近の YouTube どうなってんの？ YouTube は宣伝の媒体じゃなくて人を笑顔にする媒体だから。なんか他の YouTuber とかさ、蓋を開けてみれば提供、企業案件、告知、そんなんばっかじゃん。あのね、もう一回言いますよ。 YouTube は人を笑顔、もうこんなことをあんまり私も言いたくないんですよ。だってこの動画を見ることでみんなにネガティブな感情が伝わってしまう。それって笑顔につながんないじゃないですか。なので今回は皆さんにすごくハッピーなお知らせをします。先日私が公開しましたデビューシングル、かさぶたの私、なんかちょこちょこ置いていろんな人に聞いてもらってるみたいですごく嬉しいです。たまにコメントで、かなちゃんかさぶたの私カラオケとかに出ないのみたいなお言葉をいただくんですけど、で私今回ね、その話じゃなくて、かさぶたの私 YouTube の中だけでしか今お披露目してないんですよね。だからいつかみんなの目の前で歌いたいなって思ってるんですよ。したらさ、ライブのお誘いがほんと嬉しくて、その嬉しさをみんなに共有したくて今回なんか衝動的に動画撮ってるんですけども、この前さ、私がコラボしたスラッシュ、その元ジャニーズのハルさんがやっているユニット、多分それで皆さんご存知だと思うんで、オープニングアクトで2曲歌わさせていただくことになりました。しかもね、2曲って、かのちゃん2曲もう持ち歌あると1曲しかないでしょって思うじゃないですか。新曲ができたんです。で、そこのオープニングアクトで新曲を先行披露します。ライブの日にちなんですけども、6月の28日、始まる時間が夜の18時半からなんですよ。だからその時間にライブ会場に入っていただいて、その30分後、夜の7時開演。そこと同時に私たちリフレクションが出てきて歌うっていう。人生初のライブです。めちゃめちゃドキドキしてます。渋谷 WWW、キャパが400から500、でかい会場なんですよ。そこで歌うんです。やばいよね。すいません、今編集中だったんですけども、なんか編集データ見たらカメラの不具合でザーってなってるんですよ、今のこの続きのシーンが。なので今ちょっと急遽スマホで撮ってます。今回初めての参加ライブとなりますんで、皆さんに少しでも見ていただきたいと思います。ちょっとね、茶番挟んでしまって申し訳ないんですけども、茶番だったら最後までやり通すよって感じだけど、こんな形になってしまったんで本当にかっこ悪いなと思います。ぜひ皆さん来てください、お願いします。チケット等は画面の下にリンク貼っておりますので、ぜひそちらチェックしていただければと思います。この後のエンディングシーンはちゃんと撮れてたんで、またシーン戻します。なんか照明バランスごっちゃになってごめんなさい。明日は通常のいつも通りの動画になりますんで、ぜひそちらもご覧ください。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価、お願いします。Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル、青木かのんの秘密箱も、チャンネル登録してね。また見てね。私は僕、いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下。